バワリー駅は、マンハッタン区、ローアーイーストサイドと、バワリーにまたがるデランシストリートとバワリーの交差点に位置するニューヨーク市地下鉄、BMT ナッソーストリート線の駅である。J 系統が終日、Z 系統がラッシュ時混雑方向に停車する。バワリー駅の建設は1907年8月に始まり、1910年末頃にはほぼ完成していたが、 BMT ナッソーストリート線の南側区間の開業はチェンバーツストリート駅の準備が整う1913年8月4日を待たねばならなかった。バワリー駅はもともとは島式ホーム2面4線の一般的な急行駅であった。建設当時はバワリー駅は高架鉄道や路面電車との乗り換え駅として重要であったがこれらが廃止されるとこのうち2線は 不要と考えられるようになった。2004年10月に完工した、ナッソーストリート線の改修工事に合わせて、北港ホームは閉鎖され、北港列車を旧南行急行線に通すことで、北港、南行とも旧南行ホームに停車するようになった。北港ホーム側は外側のみ残っている。バワリー、デランシーストリート交差点の出入り口バワリー駅は、 島式ホーム2面3線の駅である。以前は4線であったが、旧北高級高線の線路は前日の通り2004年の改修工事の際に撤去された。バワリーの両側にそれぞれメザニンが設けられている。一つは当時計画されていた路線が通せる用天井が高く作られている。また、将来的に相対式ホームを持つ駅が作られた時に備えて、ドアウェイが設けられた。 バワリー駅、キャナルストリート駅間のカーブには、スプリングストリート駅へ向かう線路の準備工事跡がある。駅は地下深くに設けられているため、建設当時の計画では、東メザニンから各ホームに一本ずつエスカレーターを設置することになっていたが、現在、南側ホームにはエスカレーターは設置されていない。これはそもそも設置されなかったかかなり以前に、 撤去されたかのどちらかである。東メザニンからは、デランシーストリートマイナスバワリー交差点の北東角、および南東角に出ることができる。駅の北端と南端で天井が高くなっている。駅名標や B、ニューススタンド、ウィメン及び面の表示はモザイクになっている。南端の新聞スタンドと、手洗い、メザニン及び階段はかなり前に閉鎖されている。北メザニンは、 ダウンタウン方面ホームからエスカレーター、または3連の階段を上がったところにある。北端部の壁面はアーチ状になっており、一般的な長方形状ではないのがユニークである。1979年の映画、ウォリアーズに登場するギャングチームのザパンクスは、バワリー駅を縄張りにしていた。ありがとうございます。